Bonjour! フランス、なんと在住ののりです。もうね、この背景を見てもらってもわかるし、まあ、タイトルでもね、そう書いたんですけれども、なんと私たち家族は今、日本に来ております。でね、すでに日本に着いて、まあ、何日かね、経ってるわけなんだけど、やっぱりね、もうすごい疲れちゃって、こういうね、ビデオを早めに撮りたかったんだけれども、こう時差ボケとかね、いろいろあって、もう遅くなっちゃったんですけど、でね、この間にもね、東京とかね、あちこち出かけたりしてたんだけど、そこでね、見かけて声をかけてくださった方がいたりとか、あとはね、ダイレクトメッセージで、お見かけしましたってメッセージをくださった方がいてくださいまして、どうもありがとうございました。無事にね、日本に着いたわけなんですけれども、私はね、日本に来たの約2年ぶりなんですね。やっぱりね、小さい子供がいて、まあ、出産もね、あったから、ね、去年の夏とか来れなかったわけなんだけれども、私は2年ぶりで、で、パートナーのマッチャスと息子は3年と数ヶ月ぶりになりますね。で、もちろん、生後5ヶ月のミキは初めての日本になりました。やっぱりね、フランスから日本来るのってすっごい時間かかるし、あと子供もね、2人いるから結構ね、大変でしたね。もちろんね、子供たちはね、すごくいい子にしてくれたんだけど、まずね、出発当日の朝、朝起きて、その日のね、夜の便だったんですよ。夜にナントからパリ行って、パリから乗り継ぎ2時間ぐらいで、まあ、パリから東京に行くっていう飛行機だったんだけど、朝なんとでね、目覚めて携帯見たらエールフランスからメールが来てて、その出発の当日ですよ、今日の飛行機の出発する日付が変わります、明日になりますって書いてあって、もうメール一通だけで飛行機の便のお知らせが来て、で結局その日は、ね、乗れずに、で翌日にね、延期になってっていう感じでね、結構スタートからてんやわんやだったんですけど、なんとかね、無事に日本に着きまして、家族にもね、会いまして、こうしてね、日本を今堪能しております。私はね、実家が埼玉なんですけど、日本に着いたのが結構夜遅くて、その日のうちに実家に行くのがね、遅すぎたから、その日はね、東京のホテルに泊まったんだけど、でもホテル着いたのが夜10時とかで、でもフランスの時間だと午後2時ぐらいなんですよ。で、みんなお腹も空いてるし、じゃあどっか近く食べようって言って、ホテルの近くに中尾があったんですよ。まあ、日本、いわゆる日本のファーストフードのカテゴリーだと思うんですけど、みんなで中尾に行きまして、で、パートナーはあさりバターうどんを食べて、で、私はネギトロ丼みたいなの食べて、で、キーは鶏そぼろごはんみたいなの食べたんですけど、パートナーはね、あさりバターうどんに、ね、感動してました。しかも唐揚げ丼も一緒につけたんですけど、もうそれも、その唐揚げもめちゃくちゃ美味しいって感動してて、やっぱりフランスだとこのレベルの唐揚げは食べれないねみたいな感じで、バクバク食べてました。という感じでね、今日の動画は日本に着きましたっていうご報告と、ちなみに今みんなお昼寝してて、ね、私一人で撮ってるんですけど、この次のね、動画はこうみんなでね、なんと出発して日本に着くまでの飛行機の中の様子とかをね、まとめて動画にしてお届けしたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。飛行機楽しかったね。ね、長かったよね。